久保さん。まあよくね、生まれ変わったらどうしたいですかみたいなね。今にも、今の戻りたいですかみたいなあると思うんですけど、まあ、また戻りたいですね。僕はね。転生。転生しても、今の僕でありたいですね。うん。まああのね、高橋がなりさんが、に僕は一度、2年前ぐらいに、ソフトオンデマンドの中野の本社ビルの、えー、 屋上でね、2時間、差しで喋ったんですけど、まあそれなんで、その、ん、お会いしたかっていうと、まあお金払うとね、差しで喋れるみたいな、悩み相談の無料と有料版があって、有料の場合はカメラが入らず、まあもう濃くね、喋れるよみたいなのあって、まあ今はちょっと値段上がってるか、今はやってるかわからないですけども、まあそれに応募してね、えー、行きました。で、行った理由は、かなりは、 あの、マネーの虎に出てたガナリは、人生とは。これを一言で表すと、ガナリは何て言うのかなって僕は興味津々でね。あの、それを聞きに行ったんですよ。で、その、その一言を聞くのに2時間かかったんですけど、ガナリさんもね、喋り出すとね、ずっと最初は聞いてたんだけど、ちょっとしんどくなってきて。で、最後の最後の方に、あ、次は、人生とはだよな、聞きたいだよな、みたいなね。そうやな、みたいなね。そうだな、人生とは、 確確認認だななみたいな確認できることまあまあこれはまた変わるかもしれないけど今あのこの年になって思うことは人生とは確認ができることがあるかどうか確認していくことだっていうことを言ってて、まあ、深いなと思ったんですよねだからまあ久保さんの話につなげるならば要は振り返った時に何も確認できない何確認できないことが多すぎる 俺何やってたんだろうみたいなね。じゃなくて、あ、こんな時期もあったな、こんな時期もあったな、こういうこともあったなこう、こんなのもあったなっていう確認ができることがたくさんあると、まあ人生っていうのは、あーのー、いいものになるんじゃないですかね。でも逆に言うと、確認できるものが全くない。<laughs> その確認っていうのは結局その感情レベルの話ですよね。まあいろんな、まあ、感情がなかったところもそうなんだけども、なんだろうな。 うん、自分が確認と認識ができるものですよね、うん。認識ができる確認の思い出というか、うん、その出来事が認識できるものですよね。それがあるのかどうかっていう話ですね。うん、あ僕はもういっぱいありますね。確認できることが。要は確認、だからその認識できる、意識できることすぐ思い出せること。 てなんだろうなだけど例えばまあこれよくある心理学というかよくある話なんだけどもじゃ1週間前に食った朝食の献立言ってみてとか昨日食べたあの夕ご飯の朝食のメニューなんだとかまああんまり売る覚えなんですよね。 潤覚えもしくは言えなかったりとかするんですよ。じゃあ、1ヶ月前の朝食何食ったとかね、鮮明に思い出せるかっていうと、う鮮明に確認できないんですよ。何食ったっけなみたいなね。<laughs> だけど、なんかガキの頃、なんかその、事件を起こした。まあ、たまに言うんですけど、土井くん事件っていうね。ミニ四駆盗んでね、バレて、まあ、土下座しに行ったんですけど、<laughs> もう、号泣ですよ。なんか絶対金持ちになりたいと思ってたのが、貧乏だったから、 まあすごく他人がね、新しいミニオンを買って、ドイくんが自慢するわけですよ。めちゃめちゃムカついたし、めちゃめちゃ羨ましいなと思ったから盗んだんですけど、バレましたね。で、謝りに行ったっていう。でもね、昨日のことのように、小学校2年ぐらいなんで、多分もう30年前ぐらいですか ?30 年前の映像も鮮明に思い出せるわけですよ。うなん、あの時パクってたな、みたいな。ミニオン盗んで怒られたな、とかね。まあ、あとはなんだ その母ちゃんと一緒に風呂入って、九九の掛け算やったなぁと。めちゃめちゃ九九やった。まあ僕バカだったんで、なかなか覚えられなかったんで、九九やったなとかね。なんかそういうのはだって30年前でしょ。それでも鮮明に思い出せるんですよ。今でも。多分これは70になっても僕はまあ、あの認知症とかそういう病気にならない限り、多分鮮明に思い出せると思います。で、僕と久保さんは結構ね、多分、 多分ね70歳になってもあの芸達者というかねずっと喋る訓練をしてるので引き出し引っ張ってくるっていう脳でこう処理してるので多分ね70になっても流暢に喋れてると思いますよずっとこれやってるんで多分、うん、だからうーん記憶をいくらでも引っ張れるんでうーん,なんか人よりさらに鮮明にね思い出せるんじゃないかなとこの喋っていく中でいろんないろんないろんなその 点と点をねこうつないでこう話してるのでその作業をずっとしてますからねだからあのー、他の人よりかはより確認できるしより鮮明に 4K ですよね今今風で言うならば 8K まではいかないけども30年前の過去の映像を 4K として自分の脳内に出せるっていうね鮮明にうんでもこれはねあのー、一般の人でもあると思いますよ 初恋した時のなんか苦い思い出とかね、なんかそういうのも多分鮮明に思い出せると思うんですよ。うん、もう本当に昨日のことのように思い出せる。だから30年前がリアルであるっていうね、ここの局地ですよね。だからそうもうなんだろうな、要は過去なんだけど過去は未来とつながっていて未来は過去とつながっていてもう鮮明なんですよ。 まあこれちょっとね伝わりづらい一般の人には伝わりづらいですけど久保さんなら伝わると思うんですけど過去と未来はつながっていて未来も過去も同等であると現在もだから未来過去現在未来全てはリンクしているとでもそのリンクさせるためにはその点と点がより鮮明であることが大事なんですよでもこれ鮮明になればそのさ境目がないんで時間のそのあれがね概念がなくなってくるんですね 多くの人は過去、今、未来で分離してるんだけども、それが鮮明になるんで、もう全部一緒なんですよ。まあ、ざっくり言うと宇宙になるってことですね。<laughs> ざっくり言うと。そう。だから、心の宇宙って感じですかね。いってらっしゃい。